まあ、一番はボールあんま触れなかったのが一番ですけど、まあ、ボール触れない中でどうやったら触れるかっていうのが、まあ、あの試合で感じました。まあ、スタメンでも途中からでもまずは結果残すことで信頼してもらえると思うんで、まずは結果残したいです。まずは守備でもがむしゃらにやることと、まあ、練習からどんどんシュート打ってゴール取ることは意識しています。まあ、途中から入ったら、まあ、流れ変えることもそうですし、ゴール決めることもそうですし、まあ、スタメンでも、まあ、もっとがむしゃらにやって、まあ、チームの流れを変えれるようなプレーを多分と感じています。まあ、なかなかこう勝てないということがちょっとこう大事に大事にこう行き過ぎちゃってるというか、相手に合わせてしまってるっていう感じはやっぱり少しするんで、まあ、もっとこう自信持って今シーズン入ってその自分たちのやりたいことというか、自分たちがボール保持してっていう時間帯でこう推移した試合もあるんで、そうできたことをこう思い出してやればもっとこう良くなるというか、もっと違った面が見せれるんじゃないかなっていうのは思うんですけど、結果出てない中でも守備から入るっていうのはまあ当然だと思うし、ただそうなりすぎるとやっぱ押し込まれてしまうと思うんで、まあ、要所要所でやっぱ1対1だったりとか、負けなかった、まあ、1対1に負けなかったりとか、中盤のルーズボール、セカンドボールだったりとかをマイボールにできるかっていうところからまず入ることが、まあ、自分たちのこう主導権を握るということにつながるかなってすごく思うんですけど、あ、はい、まあ、もちろん毎試合無失点目指してやってますし、今の結果は非常に悔しく思ってるんで、なんとかこうここから巻き返さなきゃ自分たちの目標も全然達成できないですし、次こそはという気持ちでやります。